久保さん、お正月セール777円、ラッキーセブン37。今日で終わりなんですけど、結構ね、売れております。777円で46個のコンテンツがね、手に入るっていうね、内容なんですけど。まあこれね、あの、2年前に1回だけやったんですよ。で、その時もすげえ、まあまあ売れたんです。その時はね、70本ぐらい売れたんですけど、その時もお得なキャンペーンやったんですけど、 まあ、久しぶりにやってみたら、まあ、また反応ありますね。<laughs> やっぱ、あの、まあまあ、まあ、新規が取れてるってことですね。うん、新規が取れてなかったら、まあ、売れないので。でも、お客さんからすると、新規で入ってくる人は知らないですからね。その昔やってたの、うん。お得ですよね。1個当たり16円ですよ。770円割る、えー、46すると、1個当たり16円なんですけど。まあね、あの、僕はね、商売やってて、 久保さんも、まあ、今までいろいろあると思うんですけど、お金がありませんっていうね、理由で買わない人いるじゃないですか。16円ないですかみたいなね。16円ないですかみたいな, <laughs> な,いたいな <laughs>。1個あたり16円ですけど、みたいな。じゃあ、770円は、じゃあ、吉田さん、それは1個あたりでしょと。777円,円じゃないですかと。いやすみません、777円もないですかと。 申し訳ないですけど、高校生がアルバイトで1時間働いても777円ぐらいは稼げますよと。これは、あのー、ね、なんか10万円とか20万円とか30万円の塾だったらまだ話は別ですけど、いや、それぐらいはあるでしょうと。てか、それぐらい頑張ろうよと。100万稼ぎたいと思ってる人がね、777円、別に払わなくてもいいけども、なんかそのお金がなくて買えないっていう理由は、それはもう通らないっていうかね。 それは通らないと。<laughs> っていうかそう、そういうね、理由を潰したいっていうのはあるんですよね。これだったらあるでしょうと。じゃあお金がないから買わない。その理由がお金がないから買わないんだったら、これだったらどうですかっていうのはいつも提示するんですけど。<laughs> まあ、売れますね。はい、まあ、それでも買わない人は買わないですけども。はい、まあ、何が言いたいのかっていうと、あの、売れないことはないですね。売れない理由を潰せば、お客さんが買わない理由を潰せば売れます。価格においてもね。 いってらっしゃい。